私の歩みは遅いが、歩んだ道を引き返すことはない。速度を上げるばかりが人生ではない。急がずに、だが休まずに。他人を思いやれないほど忙しくなるな。自然は急ぐことはないが、すべてを成し遂げる。彼女は人生を急ぐのをやめたら、生きる時間の長さに驚いた。立ち止まらない限り、どれだけゆっくり進んでも問題ない。自然のペースに合わせよう。自然の秘密は忍耐だ。懸命に、そしてゆっくりと。速く走るやつは転ぶ。雲の向こうはいつも青空。夢見ることができれば、それは実現できる。追い求める勇気があれば、すべての夢は叶う。が一番高く上がるのは風に向かっている時である。風に流されている時ではない。成長は往々にして苦痛を伴う過程。最大の栄光とは失敗しないことではない。失敗するたびに立ち上がることにある。失敗は回り道、行き止まりの道ではない。世界は苦しいことでいっぱいだけれども、それに打ち勝つことにもあふれている。同じところにとどまらなければ、あんなものやこんなものが見つかるものだ。普通であるということは、舗装された道と同じだ。歩きやすいけれど、花は咲かない。私の人生は楽しくなかった。
だから私は自分の人生を想像した。人生とは自分を見つけることではない。人生とは自分を作ることである。あなたが恐れていることを毎日一つ行いなさい。未来は今始まる。明日始まるものではない。自分を変えて世界を変えよう。永遠に死なないように夢見て、今日死ぬかのように生きろ。他の誰かになりたいと願うのは自分自身の無駄遣いだ。幸せかどうかは自分次第だ。美しくてめちゃくちゃな自分を受け入れよう。世界ではなく自分自身を征服せよ。人生とは自転車のようなものだ。倒れないようにするには走り続けなければならない。恐れは常に無知から生じる。コミュニケーションで最も大事なことは、言葉にされないことに耳を傾けることだ。経験とはあなたに起こったことではない。起こったことに対してあなたがしたことである。自分を笑顔にしてくれたことは絶対に後悔するな。夢ではなく思い出とともに死のう。正しいことをするのに時を選ぶ必要はない。あなたの選択が恐れではなく希望を反映したものでありますように。生きる意味は人生に意味を与えることだ。明
名声を打ち立てるには20年かかるが、台無しとするのは5分とかからない。そう考えれば言動も変わるだろう。平和は微笑みから始まる。愛とは大きな愛情を持って小さなことをすること。私の本当に信仰するものとは優しさです。闇で闇を追い払うことはできない。光のみがそれを成し得る。憎しみで憎しみを追い払うことはできない。ただし愛のみがそれを成し得る。誰かの雲の虹になれるように努力しなさい。何事も達成するまでは不可能に見えるものだ。いつでも肝に銘じておきなさい。成功への決意が何よりも重要だということを。困難の中にチャンスがある。天才とは 1% のひらめきと 99% の努力である。想像できることはすべて実現できる。いつか君の可能性を信じていなかった人たちが周りにどうやって君に出会ったかを自慢し始める。行動を伴わない想像力は何の意味も持たない。準備をしておこう。チャンスはいずれ訪れるものだ。忍耐もまた行動の一つの形態だ。この世で重要なことのほとんどは全く希望がないように見えた時でも、挑戦し続けた人々によって成し遂げられてきた。計画のない目標はただの願い事に過ぎない。賢者は見つけるチャンスよりも多くのチャンスを作り出す。
疑いは知の始まりである。言うことと実際にやることは別物である。簡単に諦めるものに勝利はない。勝者は決して諦めない。知ることだけが十分ではない。それを使わなくてはならない。やる気だけでは十分ではない。実行しなければならない。何をするにしてもうまくやれ。並外れた結果を得るために必ずしも並外れたことをしなければならないわけではない。課題は止まれのサインではなく道しるべだ。すべての制限は自分が自分に課している。誰も無視できないくらい上手くなれ。勤勉に勝るものは何もない。何かをする知識や経験が足りないことがリスクにつながる。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。